日本の輸出管理強化で韓国産は半導体など国産化が 100% 完了したとか言っている人もいたようですが、最近韓国産の対日貿易赤字が拡大していっているようです。記事と韓国の反応を見てみましょう。日本が対韓輸出規制を強化した2019年7月以降、急減していた韓国の対日貿易赤字が再び拡大している。韓国の輸出の好調に伴って日本からの素材・部品輸入が増加する一方で、輸出規制強化に反発して始まった日本製品の不買運動が下火になったことが影響した。1から5月の対日貿易赤字 35% 増。韓国貿易協会と関税庁が27日までに発表した資料によると、今年1から5月の韓国の対日貿易赤字は前年同期比 35% 増の100億ドル、約1兆1100億円だった。同期間の対日輸出額、同 6.6% 増の117億ドルを、輸入額、同 17.8% 増の217億ドルが大きく上回った。このペースが続くと、今年の年間の対日貿易赤字は、不買運動が始まる前の水準に戻る見通しだ。04年以降、年間200億から300億ドルだった韓国の対日貿易赤字額は、19年に、過去最低の192億ドルとなったが、昨年は209億ドルに増えた。これは半導体を中心とした韓国の輸出好調に伴い、日本から電子・機械部品などの素材・部品輸入が増えたことが大きい。今年1から5月の日本からの中間材輸入額は 14.8% 増の137億ドルで、日本からの輸入額全体の半分以上を占めた。韓国シンクタンクの産業研究員のムン・ジョンチョル研究員は、日本の輸出規制以降、韓国も素材・部品の調達先を多角化してきたが、先端技術が必要な部品は依然として日本に依存していると指摘する。韓国政府は素材・部品・装備・装置や設備産業の育成に力を入れるが、その効果が出るには10年以上かかるとの見方を示した。日本車ビール輸入回復の兆し。日本の輸出規制強化を受けて、韓国では日本製品の不買運動が広がった。特に標的となった日本車は、韓国での市場シェアが18年の 17.8% から急激に縮小し、今年は 6.3% まで低下した。日産自動車は20年に韓国から撤退した。日本製ビールの輸入額は19年に前年比 49.2% 減、昨年は同 85.7% 減と激減した。ファーストリテイリングのユニクロは、世界で2番目に大きい旗艦店だったソウルのミョンドン中央店をはじめ、今年上半期に18店舗が閉店した。ところが、このところ不買運動は下火になっている模様だ。今年1から5月の日本からの消費財輸入額は前年同期比 28.7% 増加した。韓国輸入自動車協会によると、同期間の日本車販売台数は7702台で、同 5.4% 増加。5月の販売台数は2035台で、前年同月比 21.7% 増加した。日本製ビールも今年1から5月の輸入額は300万ドルで、同 21.2% 増加した。産業研究員のムン研究員は、日本製品への拒否感が薄れ、消費財の輸入も元通りに回復するだろうと予想した上で、不買運動のようなイベント的な対策よりも、韓国経済の体質を転換する根本的な対策を進めることが重要だと提言した。それでは韓国さんの反応です。独土問題で日本が強硬姿勢を見せています。今こそ国民が団結してノージャパンを再活性する時です。素材・部品は仕方がないとしても、消費財の輸入が増えているのはちょっとね。ビールとか韓国人は愛国心が足りないのだと思います。日本や中国のことを見てください。ほとんどが国産品を使っているというのに、韓国人は不思議なことに中国製品や日本製品を使っている割合が高いのです。
国産品を優先して使うようになれば企業競争が生まれますし、国産品の品質向上にもつながります。本当に国益のことを考えるならば国産品を使いましょう。確実に国日の道を歩んでいたのに、再び日本からの輸入に頼るようになってきた。これも土着和光様のおかげだな。日本に行けばわかるが、本当に韓国車を一台も見かけない。それなのに韓国は口では反日を掲げて大騒ぎして、国全体では日本に頼っている。情けなくならないのか。日本人は相変わらず韓国製品を拒絶しているし、日本製品不買運動は継続すべきでしょう。独立して韓国単体だけでも収益が得られるようになるべきです。素材部品の分野では韓国と日本は50年以上の差があります。無鉄砲に立ち向かうのではなく、その現実を認識して対応しなければなりません。まず国民の意識を変えるべきでしょう。判事、検事、医師などが尊敬される社会ではなく、工科大学出身の人材を重視し優遇する国に変わらなければなりません。そうしなければ韓国は1000年が経過しても日本に追いつくことはできないでしょう。韓国の主力産業の革新素材や部品、機器だけでも急いで国産化しなければ、いつでも輸出規制される可能性が残っていて、供給が不足すれば大打撃を受けることになる。この前の調査では韓国人が最も嫌いな国は中国だと判明した。最も嫌いな中国に対しては不買運動をせず、日本にだけ不買運動をするのはどうなのだろうか。選択不買どころか怒りの矛先さえ選択的なのか。素材、部品など輸出に関わる部分で仕方がないものは輸入するしかないだろう。しかし自動車、ファッション、消費財など国産品でも十分に使えるというのに、わざわざ日本製品にこだわっている人間のことが理解できない。実質的に製造業を根本から国産化して脱日本をする必要がありますね。私は子供の文房具を確認したところ、あまりにも日本製品が多くてびっくりしました。それからは我が家では文房具も国産品を使うようになり、日本製品は完全に損切りしました。私は最後までやり遂げますよ。昔も今も変わらず不買している。ということで、日本との貿易赤字を気にしているようでは、韓国さんの未来はやっぱり暗い感じなんじゃないでしょうか。輸出で成り立っている韓国さんは、対日貿易赤字がなかったら、韓国さんはどうやって輸出で商売をするんでしょうね。日本には韓国産よりいいものが溢れているのに、わざわざ韓国産のものを買う意味はないですし、ムンさんの政策により唯一の強みだった価格面でも、その強みがなくなってきているんだから、日本が韓国産のものを買うメリットも、もはや何もないですよね。それにしても、韓国産は、素材、部品などは、仕方がないとか言っていますが、不買運動をするなら、その辺も全てしないと、ダメなんじゃないでしょうか。とはいえ、そこは韓国産なので、そんなことを言っても無駄なんでしょうね。それにしても、韓国人は不思議なことに、中国製品や日本製品を使っているとか言っていますが、韓国産？価格では中国に負け、品質では日本に負け、韓国産食材は危険すぎる。韓国産を買うメリットって何があるんですか？ということで、ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。